自粛で DV や虐待増加の恐れと国に対策要望とこれ NHK の記事でこれ国内の話なんですけども数日前に僕 CNN か何かの記事でも虐待が増えるみたいな話を見たんですよねそういうのはあるんですねやっぱりめちゃくちゃあるんですね家にいると家にいるとフランスは30%増えたとかイギリスも30%以上増えたからだから世界中があの こう日本ほど、うん、そう d v が少ない国はまだ少ないと。なるほど。ちょっとあのそう書かないように。<laughs> そ,うそうそう。<か>それそれあま日本もあるんだな。<laughs> <laughs> <laughs> いや本当あの。 世界中が今もう DV で問題になってるって記事がいっぱい出てるわけなんですようん、うん、だからフランスなんか男女平等だとか言いながら実は DV やりまかた実は DV があるから男女平等にしなきゃいけないって、うん、逆なんだよねなるほど男女平等で素晴らしいって日本は勝手に思ってるけど、うん、いやもう家で、あのー、暴力振るわれたり性暴力家庭内性暴力があってそれた二十21万人とかってうるうん、だからそ,それあるから 平等だっていうのを入れてきた。だから根本の常識が違うんだよね。背景が違うから、日本にそれを適用してもなじまないわけですね。そう,そうそうそう。だからそういうのを見て、あの白人のね、はい、あのフランスとヨーロッパ進んでるって言って、それを日本に入れようと日本人もヨーロッパコンプレックスありますからね。欧米コンプレックスというか。オフフランスは進んでいるから真似しなければいけないんだみたいな。はい、子供の権利もそうなんだ、ね。はい。子供の権利上 を守らななきゃいけないいけっていう欧米のやつが入って日本も子どもの権利を守らないからってそういうのないから感覚がないといけないっていうのあったんだけど違うんだよ。子供がめちゃくちゃ DV の対象になったりとかあと離婚が多いじゃない。で連れ子の娘をその旦那がやっちゃうっていう非常に問題があってで子供が。 だんだん訴えることはできるようにしないと、うん、そういう権利を持たないと子供の安全が担保できないっていうことで、子供の権利っていうのが出てるのね。うん、それを抜きにして、日本の子供の権利がないからいけないとかね。そう日本も遅れてるんだって言われて <laughs>。ど土壌が違うんだよね、うん。遅れてるわけじゃないんだよ、ね。いやもちろんその日本の中にも、うん、クズみたいな人はいっぱいいるわけどね、うん。あいっぱいいるけどね。うん、そうそうそう。 まあ、だけど、フランスとかとはまた<う>まあヨーロッパとは背景が違う,そう,そう,そう,う背景が全然違うとちなみにどういう記事かというと、うん、まあ今回の新型コロナの拡大を受けて各地で外出の自粛を呼びかけられる中 DV ・ドメスティック・バイオレンスや児童虐待が増える恐れがあるとして、はい、DV 被害者の支援団体が30日国に対策を求める要望書を出したと。はい、まあ要はその えー、感染が拡大する状況でも DV や虐待の相談窓口は閉鎖しないでほしいとか、はいえー、シェルターなどに逃げ込んだ被害者に対して都道府県が行う一時保護の措置も感染拡大の影響で手続きが滞る恐れがあるとして自動的に一時保護を開始できるようにすること、はい、などを求めていると、はい、まあ確かにそういう被害を受ける方というのはこの自粛ムードでいるでしょうから、はい、そういう窓口も必要ななんじゃないか、まあ、逃げる場所とかは必要なんじゃないかなとそうですね本当にちょっと。 そうですね日本もそういうのやっぱあるんだねただそのフランスでいやだってそうじゃないですか、ね、です、ね、<laughs> フランスではイスラム教徒がすごい来てるから、うん、あのカンファレンスがあってフランスの男女平等を学んでもらうためのカンファレンスそのイスラム教徒のカンファレンスがあってそこのタイトルが「 妻を殴ってはいけないのかっていうタイトルだったイスラム教徒集めて、えー、カンファレンス勉強会やってたまあでも持ち物みたいなもんですからね感覚的にはそうそうだから妻を殴ってはいけないのかっていうタイトルでそれがあったぐらいだから、うん、はいいや DV はダメですよはい。本当にでもどうなんでしょうね、はい、そういうのはどこで DV っていうのはこうやろうと思うんでしょうね、うん でも切れやすい人でも切れやすい人っている,、はい、いるけれどもあと外面と実は家庭が全然違う、ね、みたいな人もいますよね確かにね昔はそういうのがあったと思うね、うん、あのね DV っていうのはちょっとあの親父がお袋を殴るみたいな、うん、でも質が違うんじゃないかなと思うんだよねあの今,今ある こうニュースになったりとかしてるのとはちょっと違うんじゃないかなっていうのはあるんじゃないかなと思うんだけどね。うん、いやね、はい、そういうのはいけないって分かってたぶんやってる方にもいけないとは思ってるのかもしれないけども、うん、やっちゃうというか、うんはい、結構それ連鎖するとも言われるじゃないですか虐待を受けて育った子はまた自分の子供に虐待してしまうっていう確かにねでもそのやっぱ連鎖をどこかで切らないといけないので。 欲しいっ鉄そうそそううあれは DV ですけど昔はでもあれはもうあれはしょうがないといやいやしょうがないってそんなちゃぶ台返す親父って最悪じゃないですかしょうがないっていう感じだったんだだってあの大リーグ養成ブスだって現在で言ったら完全に虐待ですよ完全な虐待です完全な虐待よはいあれを外しちゃいけない外しちゃいけないあれは外しちゃいけない 星はもうあれでね、あの、飛び箱も飛べなくなって、運動神経抜群の星が、どうしたんだっつって、脱がしてみたら、あんなのやってあんな動けないですよね、あんなの、エキスパンダーみたいなの、ばーっとつけてるっていうね、しかもあれ、上半身しかやってないじゃないですか、ああ、確かにね、今見ると、今のその多分、スポーツ科学でいうと、あんなバランス悪いものないと思うんですけど、漫画ですから。 あれ,あ,れでもあれはあれであのアイディアとかもおもし思いなと思う、ねうん、あと星家ってあれ、うん、外から丸見えじゃないですか穴が開いてるそうやる何かあの何で川,川上哲郎が,が打ち込んでき込んです まあいいやこれ語ると結構長くなるんですよ僕はい、やめときます多分大半の人が巨人の星見てないですもん見てないですそうそう僕もだって全然世代じゃないし確かにねなんとなくブシブシ知ってるだけで確かにねさあということで次え、フェイクニュース若い世代より中高年が信じやすいとなるほどこれ NHK の記事なんですけどまあいわゆるフェイクニュースは若い世代より中高年の方が信じやすいとする大規模調査の結果を国内の研究機関がまとめました調査を行ったのは 国際大学グローバルコミュニケーションセンターのグループです。調査は、日本国内の十代から六十代までの六千人を対象に、電波でムクドリが大量死している。など、実際に拡散した。九つのフェイクニュースに対する反応について、アンケート調査を行いました。うん、その結果、フェイクニュースを見て、嘘だと気づかなかった。人を世代別で見ると、いずれも平均で六十代が最も多く、八十四点四パーセントとなり、うん、ついで五十代が八十点。 1%, 1となりました。え、はい、一方最も低かったのは40代で74%でした。はい、40代があまりと、うん、ただ、まあんま変わらない感じ。あんま変わらない感じね。うん、6%とかしか変わってないというか。まあ60代と比べると10%ぐらい。まあそうですね。はい、はいはいはい。えまたメッセージアプリやメールマガジンなどをよく利用する人の方が、Twitter などの SNS をよく利用する人に比べて、うん、フェイクニュースと気づかずに 拡散しやすい傾向が見られたということで、グループによりますと他の人たちのコメントがあるかないかの違いが影響している可能性があると。これはあると思いますね。だってコメント見たらいろんなコメントありますからね。ツイッターとか見てると。なんだけども、そのなんですかこのメールマガジンとか、メッセージアプリ、まあラインとかだけで見てると、そのコメントがないので、そのまま信じて流してしまうと。今回のコロナでもそうじゃないですか。 まあ割といろんな情報が錯綜、えー、していますけども、はい、そんな中でまあ変な情報を信じて、はい、<laughs> まあ今ちょっとコメントにもありますけど花崗岩買っちゃったりとか <laughs>、ね、いう人が出てくるわけですよ本当ですよ、うん、ただまあそうね <laughs> あれ買った後どういう気持ちなんでしょうね花崗岩いいらしいよ買っとこうっつってこれで安全だとよしこれで安全だなと思ったらそれでデモだよって言われて、はい ここのの持っってててるどううししたらいいいいんだ煎じ飲むかなですね納豆で痩せるとかさ朝バナナで痩せるっていうのもあったしねいろいろありましたまあテレビが結構悪い影響を出してたのもありますしそうですね加工があでもそういう情報に踊らされやすいっていうのは本当に気をつけなければいけないですし我々もそうですよね。はい 我々は僕はいろんな情報を見てるので、うっかりなんか変な情報をリツイートとかあのしてしまいかねないので、そういう点は十分注意しなければいけないですね。はい。R1 ヨーグルト。R1 とか。はい和田さん気を付けた方がいいかもしれないです。R1 ね。謎の民間療法には。もうあの親に送りましたからね。R1。R1 ヨーグルト。で結局あの飲まなくなったというか。そうそうそう。飲まなくなったっていうね。はい。もうあれはテレビ局の。 やらせでしたからね、完全に。うん、週刊新潮でスクープされて。まあ結構そういう、はい、なんか民間療法とか、うん、そういうのいっぱいあるじゃないですか。ちょっとやっぱこう、まあ一呼吸を置いて、うん、まあ拡散する前に一呼吸を置いて、はい、まあやるといいんじゃないかなと。